コセバッチェ・ヨルドーニエスは、ウルグアイの政治家。ブランコ島の反乱に勝利して、コロラド島より立候補し、1903年から1907年と1911年から1915年の2期、ウルグアイの大統領を務めた。コロラド島の審判であった、軍人、政治家のロレンソ・バッチェの子として、モンテビデオに生まれる。1886年、新聞。 エルディアを創刊し、ジャーナリストとして活躍する。1890年にコロラド島から会員選に立候補し、当選、1903年に大統領となる。当時のウルグアイでは、二大政党であるコロラド島と国民党が、行政地域を二分して、統治を分担する共同統治が行われていたが、かねてよりこの協定に批判的だったバッチへの当選に、 危機感を抱いた国民党はアパリシオサラビアの指揮下に放棄した。この内戦に勝利したバッジェはコロラド党内での地位を確固たるものにした上に政敵を弱体化させ自らの思考する改革を存分に行える環境を手にした。畜産業の盛況により空前の繁栄を誇っていたウルグアイだが同時に貧富の差の拡大や社会構造の変化により 社会不安が起きていた。バッジェはこれに応え、スイスを模範にして、労働組合の結成、8時間労働の実施、ストンの確立、最低賃金の設定など、失業保険や老齢年金制度の創設など、様々な社会保障政策を実施し、ウルグアイを南米で唯一の福祉国家とした。また、カトリック国境制の廃止や、教育の無償化、 死刑廃止など様々な改革を行い、以後40年ほど、隣国アルゼンチンをはじめとする他のラテンアメリカ諸国とは異なり、ウルグアイは彼の路線の上で政治的安定を誇り、反映し続けた。ウルグアイの伝統的に大政党の内戦を収め、ウルグアイを安定した民主主義国家として確立し、1952年には大統領制が廃止され、失政評議会制度が 行政を担うようよになったこうしてウルグアイは南米のスイスとまで呼ばれるようになるのである。彼の政治改革はバジズモと呼ばれ、後に隣国アルゼンチンのフアンペロンなどに代表されるポプリスモに引き継がれた。しかし、この幸福主政策はウルグアイ経済が繁栄している間はともかく、後に羊毛や畜産品の価格が低迷するとともに、 第一次産業に大きく依存していた、ウルグアイ経済を停滞させ、軍事政権が台頭する一員ともなった。大恐慌の4日前に73歳でこの世を去った。中川、松下、千の井、1985年、309から310ページ。中川文雄、松下洋、千の井茂を、世界現代史34ラテンアメリカ現代史に、山川出版社。 1985年、ありがとうございます。